現状をこのまま放置することによって将来ますますの構想による益なき事態が偶発する可能性を憂慮いたすと同時に、ひいては社会の治安に関わる重大な過失を犯す結果を生じしめ、なおこれ以上のご迷惑を世間様に及ぼし、かつ当組公領の教授をおのずから冒涜するものであると考慮いたし、本声明文の公表をもって構想終結の宣言をいたすものであります。社会の裏で暗躍するはずの暴力団が記者会見を開くというのは前代未聞の出来事でしたが、とにもかくにも血みどろの構想が続いた大阪戦争にはこれで終止符が打たれました。ところがその3年後の56年7月、山口組のドン田岡組長が病死し、続いて後目を継ぐはずだった山口組のナンバー2山本健一若頭も刑務所に服役中、肝臓病をこじらせて死亡。山口組は次の組長をすぐには決められない状態に陥りました。山口組いうのはやっぱり組長が要でまとまったら、それはもう今のところはね、まだもうそんな段階じゃないし、かなり組が抜けるんじゃないかというような。いや、それはもう全然ありません。それ心配ないですか？大丈夫です。今後どうしこうしようとかいうような、まあそれはもう今後の課題で山口組はその後3年間組長不在を余儀なくされましたが、やがて山本博士山広組組長が組長代行に座り、そのまま4代目を継ぐものとみられました。ところがこの時ナンバー2の若頭だった竹中正久竹中組組長が田岡文子未亡人を巻き込み、先代田岡組長は竹中を4代目にと遺言を残していたとして、去年6月の幹部会で4代目組長になることを決め、徳島で勢力を誇示するかのように大掛かりな組長継承式を行いました。田岡組長の遺言を突然持ち出され、組長の座を奪われた山本博士組長代行はヤクザとしての筋が通らないと幹部数人を引き連れて山口組を抜け、新たに暴力団一和会を結成。この時から山口組は2つに分裂しました。何が起きるかこれは分からんもんな。これはお互いが今まで親一つやから田岡和夫と、これは変わりないわけ。親は何ぼ離婚しても親というのは一緒なんだから、ここの考え一つと違うかな。かつては一枚岩の団結を誇った全国最大の暴力団も、カリスマ的存在だった田岡組長とその一の子分山本健一若頭を失うと、幹部の私利私欲がたちまち表面に現れ、後目相続をめぐって敵対し合う構図が生まれました。そして当初は一和会がやや数で勝っていたものの、一和会系の組の中には山口組の圧力に屈したように解散する組が相次ぎ、中には力の象徴ともいえる山口組の大門を胸につけたくて寝返る組員まで現れました。今回の事件直前には山広組の幹部でお膝元の兵庫県尼崎市で山口組と抗争事件を起こしている最中の暴力団までが解散した上、4人の組員が山口組に走りました。分裂から半年目の今年初めには勢力が大きく逆転し、一和会内部にはこのままでは潰されるという危機感さえあったと言われています。こうして山広組の行動隊長長野修一は26日夜、3人の仲間とともに竹中組長らを暗殺しました。会長、今回の大阪の事件なんですけれども、この事件はですね、なぜ起きたとお思いになりますか？そうですね、私が、これはあくまでも私の想像で、私の考えで、お答えするんですけど、やはり、4代目、竹中組長側にある程度の強引さが災いをしたんではないでしょうかね。その今回の事件のようにですね、その組長がその殺された場合、その組員がですね、どのような行動を取るべきなのか。それは誰に聞かれても必ず仇を討つというのが
それは、正解でしょう。この度の事件の加害者ですね、山村さんの若い人ですか、全部年配者です。一人37歳であと40歳以上ですね。その人たちが命を的に、死物狂いでおそらく向かっている、言ってるでしょう。もう刑務所行けば20年6日間かかるんですよ。50歳の人が20年くらい70です。70といえばもう自分の人生終わりですよ。それをあえて言ったということは、その人たちの気持ちを持ったときに、山村さんはおそらく泣いてるでしょう。暴力団の歴史の上で、日本最大の暴力団のナンバーワン、ナンバーツーが狙撃されるという初めてのケースだと思いました。山口組はまだまだ組織が固まっている。一和会もそうである。それがこういう相当長期議会いたしまして、そこの中に双方のやっぱり中でのですね、いろいろな画策があったんじゃないかと思います。山口組対松田組という構想がありましたが、その時が、犠牲者が12名出たということですが、それを上回るような、全面戦争に、も突入するだろうというようなことが、考えられる。やはり一番ターゲットにされるのは山口組のところではないでしょうかね。山口組と一和会とのですね、血を血で洗うような抗争事件が起こるであろうということで、これを契機にですね、我々は徹底的にこの2つの組織を叩こうと言われたんですけども、その警察では今が山口組の解体の絶好のチャンスであるというふうに見ています。3代目のこの一和会系山広組の組事務所は、今回の抗争で山口組から真っ先に狙われるものとみられ、山本博一和会会長も狙撃事件以来行方をくらましたままです。竹中正久組長ら狙撃事件の現場は大阪の吹田市でしたが、山広組の組事務所をはじめ一和会系、それに山口組の主だった組事務所や有力幹部の自宅はほとんどが神戸市内に集中しています。一触即発の危機をはらんだ全面戦争の舞台はすでに神戸に移ったと言っても良さそうです。今日は日曜日ということもあり、たくさんの家族連れでにぎわう神戸の街ですが、その真ん中に対立する一和会系と山口組系の事務所が軒を連ねており、いつ市民がこの抗争に巻き込まれるかもしれないという状態で、この抗争が続く限り物々しい機動隊員らの貼り付け警戒が行われそうです。各事務所とも今日は目立った動きはありませんでしたが、まさに嵐の前の静けさといった不気味な雰囲気です。